はい、始まりました。皆さん、こんにちは。始まったよ。始まったんか。始まったよ。あ、そうか。うん。今日はなんと、いつも見てくれてる人はね、わかると思いますけど、イーさんがいないです。おわ。イーさん、今日はね、多分ね、どこ行った？家康行列で、多分家康さんの後ろ歩いてるんちゃうかなっていう。あ、そういうこと？そうっすね、多分っすよ。多分ね、はい、確定ではない話ね。はい、多分っす。ってことで、今日は新しい3人でやりたいと思ってますので、よろしくお願いします。で、自己紹介からいくんで、で、僕が船谷圭介です。よろしくお願いします。次ですか、僕。え、なんで？え、スペシャルゲスト。あ、まあ、そうやね、そうやね。あの、毎度おなじみ人気コメンテーター平井です。コメンテーターやったん？お願いします。コメンテーターでやってたん？今日はスペシャルゲストが、はい、なんと、うん、見えてるよね、はい、見えてる、みんな。岡崎出身でタレント活動してます、立花カレンです。よろしくお願いします。来た来た来た、ついに。こういうことなんですよ。こういうことがあるんですね。これみんな嬉しいんじゃないですか？これは嬉しいっすよ。そう、イーさんより嬉しいっすよ、やっぱり。イーさんが悲しむよ。イーさんに失礼。めちゃくちゃ頑張ってるんやから。イーさん見てほしいな、これアーカイブで、うん、今画面はウォーミングアップ。そう、あ、やってるね、やってるね。で、今日のこの YouTube ね、ね、平井さん、なんすか？ために株式会社さんがサポートしてくださって成り立っています。ありがとうございます。このシーズン2回目ですね。はい、す、ありがたいですね。ありがたいですね。で、そのためにさんの紹介ちょっとしていいですか？まあまあ、そういうしたいなら、そう、どうぞ。俺はしたいんよ。あ、じゃあどうぞ。タメニーさんが好きやから。はい、お願いします。うん、お願いしますってなんやねん。タメニーのために。それはあかん。それは違うか。それは絶対あかん。それはあかんか。うん、みんな思いつくやつやから。で、やってることがね、今資料あっていろいろあるんですよ。聞いてくれてます？はい、パートナーエージェントっすね。なんで言うん？俺が言いたかったのに。はい、すいません。そう、パートナーエージェントね。え、はい。あ、待ってね、今スタジアムでなんか。はい。ありがとうございます。はい、言うてます。はい、言うてます。ちょっと途切れさせられましたね。はい、ちょっと今、ちょっと、はい、何の話してました？何でしたっけ？ちょっと声でかいっすね。ああ、ちょっと待ちましょう。待ちますか。ちなみに天気めちゃくちゃいいです。快晴ですね。雲一つある。あるあるある。雲一つあった。あるよ。左の方みたいなかったんですけどね。右の方みたいなあった。ちょっとどころちゃうよ。ああ、めっちゃあるけど。お、知り合いがいっぱいいますね。なんか、うん、いいですね。で、いいですか？はい、どうぞ。パートナーエージェント、これがあれですね。 AI を活用してるらしいですよ。 AI 知ってますか、カレンちゃん？いや、わかんないです。知らんか。 Apple ID ってことですよね。どういうことですか？何の略なん？違うんですか？絶対違うよ。あ、テレビとかでも取り上げられてると。え、目指すは1年婚活ってことは1年以内に結婚までいける、いけるのを目指してるってことですね。多分そう。しかも9万人を超える会員様って多すぎるやん。多すぎるやろ。最大じゃない？ということは4万5千カップルができるってことですね。そんな全員できる？ということは、そんなぴったり、男女ぴったりなの？いや、でも9万人ってしかも美男美女がいるっていう。あ、いるらしいですよ、ね、本当に。マジですか？マジです。しめ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 、ワンちゃん狙ってる。そういうことか。あ、すごいね。そしてスマコン、これ何かわかりますか？スマコン的で何かわかります？スマコン、スマコン、スマート結婚ですか？かもしれないです。
これは、あ、格安ウェディングなんだ。へぇ、リーズナブルに結婚式ができるってこと。ああ、そうそう、でも、ちゃんとしてるみたいな。あ、なんていうんですか、一番いいやつじゃないですか。わかります、言ってること。リーズナブルなのにちゃんとしてる。一番いいっすよ。いいとこでできる。一番いい。いいものでできる。すごい。高くてしょぼいのが一番ダメですからね。そういうわけじゃいかないんですよ。やっぱり。安くてすごいってこと。三個目いっていいですか。はい、いいっすよ。いいっすよ。いい？いや、いいっすよ。ルミナス。ルミナス。わかりますか、カレンちゃん。いや、ちょっと難しいな。ルミナス。いや、わかんないです。わからんか。はい。これはスタジオですね。ああ、撮影のね、そう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 、前撮りとかってこと？うん、多分そうかな。めちゃくちゃすごいらしいよ。まあ、ウェディングドレス貸してくれたってことよね。衣装も全部？どうすごいって聞かれてます。どうすごい？もちろんその衣装とか貸してくれるし、いろんなシチュエーションでできるってことじゃないですか。セットもすごいって。そうそう、セットがすごいって聞いたよね。へー。うん、もう本物。もう本物でしょ？何が本物なの？本物ではないじゃないですか。さながら。さながらの。うん。っていうね、いろんなことをやってくれてるんですよね。もう結婚するならもう出会えて、うん、写真撮れて、はい、安く結婚式できるっていう、うん、全部できるってことね。全部できるってことね。マジでために遺産で完結するってことですね。そう、おー、すごい。だからぜひね、出会い求めてる方は、はい、確かに登録してもらってね、はい、やってもらいたいですけどね。そうですね、はい。これぐらいでいいですか？いや、もう十分ですね。うん、もう一回ね、どっかのタイミングで詳しくもっと詳しく、はい、下げれたらいいかなと。今日の試合はこれ言ってなかったね。どこ対どこみたいなね。あ、まあ、マレアス対どっかですね、多分。うん、今日は第28節ですね。残り3試合の、うん、残り3節の1試合、FC マレアス岡崎対クリアソン新宿。新宿から来てます。え？あの新宿っすよ。歌舞伎町がある新宿っすか？あ、絶対そうです。マジかよ。はい、新宿から来てます。岡崎にも元宿ってとこありますけどね。元宿と新宿は違うよ。違うんすか？どういうことよそれ。それは違うよ。どういうことよ。カレンちゃんも生まれも育ちも岡崎ですか？そうですね。岡崎はどうですか？家で終わらすね。岡崎いいっすよね。どういいですか？なんかちょうどいいっすよね。あ、わかります。ちょうどいいっすよ。なんかその田舎でもないし都会でもないし。あ、同じくです。ね、イオンあるし、うん、あるよどこにでも。僕の生まれの徳島にはイオン1個しかないですからね、多分。徳島県で。はい。おお、特殊やね、やっぱ。で、ちなみに今までの順位ね、 FC マレアス岡崎は勝ち点45の4位。お、うん、3試合でどこまでいけるかですね、これは。3試合で、まあ、3位がちょっとやっぱ離れてるから、うん、ちょっと離れてるね。なかなかちょっとあれですけど、でもやっぱ近づきたいよね。近づきたいね。クリアソンは勝ち点22の15位。うん、下から2番目ですかね。まあもちろんお互いですけど絶対勝ちたいよね。いや、もちろんですね。ここは両チームとも、うん、気合い入ってるんじゃないですか。気合入ってますね、みんな。うん、おい、注目選手とかいたりします？カレンちゃん、どうですか？あ、でもこの前ですか、インスタライブ、インスタライブしたんですよ。角井選手と。角井じゃないよ、名前ちゃう。かぐいさんじゃないですか。キャプテンの角井選手と、うん、A ちゃんね。 A ちゃん、うん、A ちゃんって呼んでるもん。A ちゃんと、はい、どうでした？やっぱね、そういうのやると気になるんじゃないですか。身近な方に感じました。身近ですよ。A ちゃんね、はい、今日もね、キャプテンで出場する予定なんでね、はい、全部止めてほしいですね。そうですね。あ、ポジションとか知ってます？ゴールキーパーですよね。そうなんですよ、ゴールキーパーなんですよ。エイタロー25歳なんですね。25歳、今年26の年ですね。12月生まれ、駒澤大学。うーん、41番。なんで41番、ちょっと聞きたいけどね、理由を。
41番の、そう1年目から多分41番じゃない角って。あそうだっけ、多分そう、うんうん、聞こう今度聞こう。新宿の注目選手は船君どうすか。僕でいいですか。はい、いいっすよ。僕だとやっぱり上田浩太以外でお願いします。いや上田浩太を言いたいよえすごい仲いいのよ。仲いいんすね。すごい仲いいのよ。高校から一緒のチームで、プロ何年まで一緒にやってたかな、分からんぐらい、分からんぐらい一緒にいた選手です。同じ左利きでね。同じ左利き、同じポジションでね。同じポジション、まあそうだね。さぞかし仲悪かったよな。めちゃくちゃいいんよめちゃくちゃいいんよ、それが。いいっすか。うん、あ、よかったんですね。もう一人スタメンで一緒にやってる選手がいて、ファン・ソンス以外ですね。ファン・ソンスでしょ。ファン・ソンスなんですか。はい、37番のディフェンスファン・ソンス選手。ソンスね、うん、この選手も一緒にやってます。ちなみにサブにもいて、岡本達也以外ですね。あ、岡本達也以外でも言える。言える。ゴールキーパーの岩舘尚、水戸っすね。水戸ホーリーホックで一緒にやってます。あ、岡本達也も高校から一緒のチームで、すごい仲良しです。元 J リーがやっぱ多いんですね。多いね。へぇ、うん、多いね。平井君、注目選手、はい、注目選手は僕は森村浩太ですかね。やっぱ仲いいから。仲いいから。でも森村浩太しか知らないですね別に知らん選手でもいいんよ。でも仲良かったから浩太は。うんうんうん、同じ浩太ね。浩太、そう、確かに連絡来るかなと思ったら来んかったんで、昨日も。ちなみに俺は来ましたけど。ですよね。翔輝くん、僕岡崎来てるんですけどって連絡欲しかったんですけどね。でしょうね。さっきやったら、え、翔輝くん岡崎にいたんですかって。そっちか、言われた、はい、知らんかったパターンね。コウタの奥さんとはよく連絡取るんやけど、コウタとは直接あんま連絡取らないです。あ、そういうタイプね、はい、わけわからんな。わけわからんタイプな、はい、そうこうしてるね。アップ終わったっすけど。ウォーミングアップ終わりましたよ。うん、じゃあそろそろマルヤスがサポートしてくれてるスポンサーを紹介しますか。オリエンタル設備工業様、はい、はい、ハウスメイト様、お世話になってます。日東建設様、お世話になってます。明治安田生命様、ありがとうございます。まあ、おなじみのマリアス工業です。おなじみすぎる、はい、ANA ですね。ありがとうございます。 ANA ホットスタッフ様、ありがとうございます。この犬かわいすぎる。かわいい。東海東京証券様、ありがとうございます。忘れた、忘れたね。ありがとうございます。富田病院様、ありがとうございます。東海機械様、ありがとうございます。75周年ですか、ね、75周年はえぐいね、はい、生まれてないよ。こういう会社様のご協力があり、うん、成り立ってるんやね。成り立ってるんですね、うん、本当に感謝です。感謝ですね、本当。もう始まるっすか。水撒いてますね、今。あ、めちゃくちゃ巻いてるね。なんで巻くんですか。なんでだと思います。お、水巻く理由。滑りたい、滑れるため。わかんない。滑るように。何がすか、何が滑るんですか。わからん、わからんのかいでも間違ってないよね。間違ってないよ、これ。え、実は合ってる、合ってる。 なんでじゃあ滑るように。ボールがね、こう今天気いいからめっちゃ芝が乾いてるから、はい、パスしてもあんまりこうボールがね、あんま走らんのよ。強く蹴ったら走るけど、はい、あんまり走らんから、こう水撒いてちょっと、なんだろう、ちょっとの力でシューンっていくように、パスがすごいつなぎやすくなる。そうなんですね。っていう戦法っす。戦法まあまあまあ戦法っす。何人ぐらい入ってるんやろね。結構予想する。予想
予想できる、これパッと見250ぐらい、250。いや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 、どうすかカレンちゃん、え、何人ぐらいですかこれ大体。え、300。答えは分かりません。大体後半の途中で発表されるよね。そうだね、答え合わせしよう後で、うん、はい、ちなみにサッカーについては、はい、もちろんお詳しい。それはもうサッカー歴ね、カレンちゃん。サッカー歴あるん？サッカー歴やだな、いいです。え、さっきでもなんか、うん、持ってた紙しまった？だって見たら映ってるから隠そうと思って。なんか持ってなかったっすか？持ってましたけど隠しちゃいました。あれ勉強してきたやつ、うん、勉強、はい。それとも印刷してきただけのやつ？あ、印刷してきただけ。残しといた方がいいじゃないですか。はい、でも好きなんですよね。あ、見るのすごい好きです。これ上にいるとなんか寒いけど下めっちゃ暑かったよね。そうなんですよね、これ影やから上は、うん、選手的にはちょっと暑いぐらいじゃないですか。まあ、今日は暑いですね。ね。もうでも11月ですからね、でも。まあ、ちょうどいいか。うん。一番やりやすい環境ですね。うん。芝生もいいし。芝生いいなぁ、なんか。横島珍しいですよね、やっぱり。前も言ってたな。うん。大体縦なんですね、こう押さえて見やすくするために。今これ横島じゃない？これ横なの？こっちが縦島じゃないの？縦かこれ。うん。俺らがしたら横やけど。いや、この見た感じな。見た感じは横やけど。グランド的には縦。わかんないです。なんかこう模様ついてるじゃないですか。はい。それがこの形は珍しいって話をされてます。本当はこうなんですよ。本当はとか。大体こうじゃないですか。うん、これか丸か。まあまあこうじゃない？丸？こうなってるか。なんかあるんですか模様で。あるんかな、この芝整備してる人の趣味かな。まあそうじゃない、多分趣味かどうか分からんけど。これカレンちゃん縦何メートルあると思いますか？おお、あ、問題、じゃじゃん。じゃじゃんいらん。プールより広く感じますから。何メートルプールかによるけど、ね、25か50しかないと思うけど。100？ おお、合ってます、いいとこ。じゃあ125。おお、ああ、え、正解は105。105メートル。なんで5なんですか？俺5、いや俺105って言うよ、俺100でいいと思うんやけどなと思ったりするんやけど、どうなんですか105。なんか幅あるよね多分、規定の。もう105だけ。じゃあ、そのなんで最初に105にしたんかっていう。あ、そっちの話。100か106とかでよくないと思って、なんで奇数にするんかなと思って。何、106って何？え、そしたら53メートルできるじゃん、半分も。あ、105やったら52.5みたいなでしょ。横は？横は68とかじゃないですか？え、ごめん、言うと思った。なんで言うの？カレンちゃん見ましたかって言うと思った。クイズにしてよ。え、横は 68？ 8っすかね。誰？YouTube のスタッフさんに確認して。68っすよね、多分。68なんだ。あ、多分。誰が考えたんやろうね。そうね、だから68は別にいいと思うよ。まあ70でもよかったかなと思うんやけど、そうしたら。すごいよね。すごいよね。考え、あの時間とかもね。時間も45分って。誰が考えたんやろうね、うん。長くないと思うよ。めちゃくちゃ長いでしょ。バスケみたいにね、20分ごとに4ピリオドに切ったらいいのね。そういう形じゃないんやもんね。うん、すごいよね。サッカーってやっぱすごいね。誰が考えてるの、サッカー。発祥はでもイングランドって言われるよね。うんうんうん、フットボールっていうかね、あっちは。これも問題でよかったんじゃない今の。そうだ、もうね、フットボール、イングランドではフットボールっていうの、サッカーのこと。でも日本ではサッカーっていうから。なるほど。ちなみにワールドカップももうすぐ。お、確かに。うん、カレンちゃん、ワールドカップの今年の開催地は？じゃじゃん、
あーいい問題、これは知らないとちょっとあれっすね。日本以外ですか？日本以外、日本以外です。ちょっとヒントあげてよ。カタール。中東。ええ、なんで言ったの？カタール。正解。なんで知ってたな。なんで知ってたん？これ知ってる。さすがに知ってた。知らんふりして知ってたわ。知らんふりです。やられた。じゃあ日本のグループ。お、どことするか。日本のグループって3試合やって予選リーグは、日本はどことやるか。え、わかんないです全く。って言いながら？って言いながら？ガチわかんないです。じゃあ予想で？ヨーロッパ。ヨーロッパ2カ国、しかも強いとこ。あの選手知ってますか？イニエスタ知ってます？イニエスタ知らないですか？知らない。 A ちゃんの方がね、有名やもんね。はい、うん、A ちゃんの方がすごいっす。わかんない。イングランドはない。おお、惜しい惜しい。惜しいってどういうこと？惜しくない？なんかヨーロッパ強さで言ったらイングランド、さっき名前でイギリス。惜しい。惜しくないよ。ヨーロッパ、何があるかな。あれがあるね。ん、なんていうか、あれバルセロナにある。バルセロナ言ってもったわ天然今の。なんていうか今の天然な。バルセロナになんか未完成のやつあるよね。今サクラダファミリアみたいなのあるね。サクラダファミリア、うん、バルセロナあるとこ。国わかんない。全然わかんないです。無敵艦隊わかるか。わからんか。そっちの方がわからんやろ。スペインス。へぇ、スペインと、スペインめっちゃ強いんよ。はい。で、スペインと、あともう一個オリバーカーンとこ。いやオリバーカーン知らんやろ。知らんか。イタリア。惜しい。お、近い近い近い。なるほどね。近いよ。近いとか。イから始まりますよ。ソーセージが有名なとこ。はぁ、ビールとソーセージ。ドイツ。ドイツ。そう。これは酒飲みやな、多分カレンちゃんは。お酒全く飲めないです。飲めないんですねドイツ、スペイン、ドイツ、もう一個。もう一個どこ？あれは北米？北米なんや。北米ですか？北米。北中米ですね。北中米、カリブ海みたいなとこ？チリ。違うか。あ、チリは南米。北米。あの多分キューバとかそこら辺のとこかな多分。そうなん？北中米って言ったら多分。北米。ワンチョペおったとこかな？わかるか。わかるかそんなもん。いや、わかんない。ワンチョペおったよね。ワンチョペ、そうそうそう。ケイラーナバスとかよね。うん。あ、そうなんや。そうそう。パリサンジェルマンわかります？わかるか。北米がわからないです。コスタリカっていう国。絶対出てこないですね。の3チームと日本は戦うんやけど。ドイツとスペインがめちゃ強くて、うん、でコスタリカにはワンチャンいけるかなみたいなワンチャン？ワンチャンいけるかなっていう。やっぱどこもやっぱ強いからさ、ワールドカップ出てる国は。それはワールドカップやからね、うん、本日はご来場いただきましてありがとうございます。まもなく選手入場でございます。お、入場です。あればコメントの方で言っていただくとね。せっかくカレンちゃん、はい、もうサッカー関係ない質問でもいいんで、うん、おるからね。何でも答えるんじゃないですか。はい、はい、何でも答えます。岡崎のなんだろう、岡崎来た時はここ行ってほしいみたいなのありますかお城以外でお願いしますでも私桜の城はすごい大好きで。あ、聞いたことあるな。なんて
桜の白橋。橋ですよね。橋です。橋？どの橋ですか？どの橋？どの橋だろあれ。聞いたことあるんですよね。あ、車で通れない橋です。ああ、わかりますわかります。あの歩いていくとこですね。最近できたとこですね。そうですそうです。あそこお昼でポカポカするの好きです。ああ、いいっすね。来ました。さあ入場。フェアプレーフラッグ。うん。おえちゃんキャプテンで先頭です。41番。注目選手教えてくださいと。さっき言ったやん。さっき言ったけどさっき見てなかったんじゃないですか。じゃあカレンちゃんから。私はゴールキーパーの、うん、角井。角井さんです。角井選手、やっぱりインスタライブしたから一緒に。はい、それはそうだよね。はい、なるほど。平井の注目は、僕は誰ですかね。このでも沢井直人くんっていうのは、沢井選手、あ、大崎くんもいますね。大崎純也、徳島にいた。ああ、徳島共通の。徳島共通で、はいはいはい。フォワードだし。フォワードだし。なるほどね。ちなみに僕は上田浩太です。はい、もう4です。新宿のユニフォームちょっと可愛いっすね。どうなってるんやろ。なんか点々がすごいついてるさ。こっから見るとあんま分かんないですけど。分からんな。水玉みたいになってんの。そうそうそう、なんか可愛い。いや楽しみな試合。あと3試合しかないんでね、お互い。そうっすよね、もう本当に。もう今年の集大成みたいな感じになるんじゃないですか。ならんの。どうなんかな。なろうよ。スターティングメンバー発表しますかね。あれ。じゃあ FC 丸安岡崎のスターティングメンバー、ゴールキーパー41番角井栄太郎。あれでいこう。え、あだ名で呼んでいこう全員。うん。41番ゴールキーパー角。はい。3番ディフェンダー夏木。ナッチですね。え、ナッチ。そんなみんな呼んでる。俺ナッチって言ってますよ。夏っていうかな。4番ディフェンダー竹。竹細見さん。はい。5番ディフェンダー特訓。特訓。はい。10番ディフェンダー匠。岡部。あ、バラバラやな。7番ミッドフィルダー陣。はい、塩谷陣ですね。うん。え、長。8番ミッドフィルダー小栗。旬ですね、旬。違うよ、絶対。オグだよ。あ、オグ。オグ。11番ミッドフィルダー、ユウヒ。ユウヒ。はい、林ユウヒ。23番ミッドフィルダー、ひとし。ひとし。はい。34番ミッドフィルダー、村瀬。村。村だね。9番、フォワード、タツマ。タツマ、今ね、得点ランキングトップっすからね。トップなん？え、多分トップっす。多分。はい、と。昨日の結果で分かんないですけど、多分あ昨日の時点ではトップですね。はいはいはい、じゃあぜひぜひですね。今日も、はい、サブは？サブ1番ゴールキーパー亮太。亮太。15番ディフェンダー翼。翼。6番ミッドフィルダー塚。塚。大塚くん。うん。13番ミッドフィルダー正樹。正樹。14番ミッドフィルダー水。水谷くん。長いな。28番ミッドフィルダー花井くん。はい、翔くん。うん。33番フォワードタラ。タラちゃん。はい、タラちゃんね。新宿行きますか。新宿ゴールキーパーあだ名。はい、あだ名か。阿部ちゃん。阿部ちゃんす、ね、阿部選手。阿部ちゃん。8番ディフェンダー須藤。キャプテンですね。キャプテンですね。中央大学出身。ほうほうほう。15番ディフェンダー、これは米でしょ。米だね。米だね。37番ディフェンダーソンス。ソンス。ファンソンス。
この選手も一緒にやってます。ああキックオフですね一旦じゃあ割愛しましょう。一旦割愛せえへんぞ途中でやるぞ。この瞬間がねたまんないですよね。あ、じゃあ改めましてキックオフなったんで僕たちの自己紹介します。いりますか。え、やりましょうや。やりますか。はい、今喋ってるのが船谷圭介です。よろしくお願いします。そして立花可憐です。 お願いします。なんと今見始めた人は分かんないかもしれないですけど顔が分かんないですよ。立花可憐ちゃんが来てくれてます。よろしくお願いします。お願いします。それと人気コメンテーター平井です。コメンテーターやった自分で人気っていう人おらんけどまあ立ち上がりはどうですか。まあちょっと新宿押し込んでますね、うん、やっぱ前に前に行こうとしてますよね。あーコーナー、あーコーナー。1本目のやっぱセットプレーね集中して守りたいですね。カレンちゃん、はいセットプレーとは今からコーナー、これがコーナーキックです、はい、え予習してきたでしょ。コーナーキック調べてください、はい。あ、左利きのここ上田コータじゃないんですね。堀田選手なんですね俺もちょっとびっくりしました。ああ、しのぎましたね。じゃあ今からするのは何かわかりますか、カレンちゃん。今からですか。ボールをあそこ置いて、これ何キックっていうかわかりますか、はい、ゴールキック。そう、ゴールキック。これがゴールキックですね。さっきサッカー教室幼稚園にしてきたけどそんな感じじゃない今確かに教えてる感じがゴールキックって言うんだよってカレンちゃん、はい、角井選手とのインスタライブは楽しかったですかと。あ、もうめーちゃ、ね、めーちゃ楽しかった。めーちゃ楽しかったでも実はなんやでもって裏ないよ。でも実は嫌やったとかないよそんなに楽しかった言うてんの。楽しく言わせに来てますだとしても言えないでしょじゃあまた違う選手ともねえ、あ、なんかやりたいとかどうとかおっしゃってましたね。あ、おっしゃってた。はい、もし機会があれば。じゃあ今日あれですね、今日ゴール決めた選手ですね。あ、次やるなら。あ、いいね。ゴール決めた人は次カレンちゃんとインスタライブできるよっていう勝手にコメンテーターが決めてるけどいいですかそれで。はい、全然全然全然とか言ってるけど。むしろありがとうございます。やりましょう。じゃあそうしましょう。はい、フォーメーションは丸安は3枚かな4枚かな。丸安4枚だね。4枚ですね。新宿は3枚なんだね。3っぽいっすね、うん、これフォーメーションが違うんですよ、うん、新宿と丸安でね、はい、フォーメーションが分からんすよね。あ、でも昨日なんか見ました。お、見ました。 Google で調べてきました。 Google で出てきました。あの、いろんななんかよくわかんないですけど、ちょっと待ってくださいねなんか、父に教えてもらいました。お、父サッカー詳しいんですか。あの、アニメのキャプテン翼がはいはいすごい好きで、それでサッカーやってました。やってたんだ。はい、あー、あそこね。あー、いいね。オフサイドね。わあ、うん、マルヤス的にはさっきさ、取られたところから逆サイドに変えられたくはないよね。そうっすね、あそこで取り切りたいですよね。うん、あ、サイド、おお、やっぱ34番のキックがうまいんですかね、うん、もしかして選手ほっちゃん、キックがほっちゃん、ほっちゃん、
キックが得意なんでしょうね。うん、あの34番堀田選手じゃなくて堀田選手です。堀ちゃん、堀ちゃんね。堀ちゃんすぐ帰れるやん。堀ちゃんでもいけるっすからね。うん、堀田選手ね、うん、キックに特徴ありそうだよな。これやっぱまだ声出しの応援はできないんだよね。まあ、JFL はまだダメらしいっすね。やっぱどうですか、声出しの応援結構違わないですか。まあそうっすね、声出しある方が選手的には嬉しいから、ね、嬉しいよね。早く戻ってほしいけどね。カレンちゃんはなんかあれですか。はい、何ですか。レースクイーンみたいな、はい、やってるんですよね。はい、声出し応援するんですか。声出し応援ないですね。ないですね。するんやろ。しないんですか。いや分からんけど、イメージ的に頑張れとかないやろ。爆音なんで、あの頑張れ言うてる瞬間もう過ぎますもんね、すぐ。誰に言うほんで。あのメカニックさんです。メカニックの方だ。ドライバーじゃなくて。タイヤ交換頑張れとか。それやったら言うか。早くみたいな。焦るやろ逆に。膠着状態っすね、うん、一本シュート落ちたいね、うん、カレンちゃん。そうですね。知った雰囲気で。そうですね、まあ、でもシュートなんかいつでも出ますからね。どういうこと。本当にシュートだけ打つならね。どういうこと。今打てる打てる、ほら打てへんて。だってキーパーにバーンってするだけでシュート1ですから。いや今キーパーまで無理やったよ今のは。打とうと思ったら打てるんですよ。打てへんて。これ打てますよほら今。打てへんてほら。どういう感覚でサッカーやってたん。そとりあえずのシュートが僕は嫌いなんで。打てへんて。これ打てるじゃん。どう打てへんて持ち方が。どの感覚でサッカーやってたん。チャンスチャンス。うん、あいいね。夕日夕日かな。夕日いいんじゃないですか。パス出して潜っていく動き、うん、得意なやつ夕日が、うん、でも右足やったからね。そうだね。すごい飛ぶよねキーパーって、うん、すごい飛ぶ、うん、キーパーやからね。そう、風もある。いやないか。ないな。上だけか。細見選手が帰ってきたんですね、怪我から。待望の復帰っすね。待望の復帰。捻挫してたんかな。あ、竹もね、だいぶ苦しんだっすからね。2年ぐらい苦しんだんから。ずっと怪我してたからね。ずっと怪我して、もう本当に、うん、それを間近で僕ら見てきましたからね。嬉しいよね、出てる姿見ると。嬉しいね、竹出てるの、本当に。一緒にやりたかったけど、だけど。一緒にはやってたけど。一緒にやってたけど。角井選手のポジション高いね。高いね。まあ、キーパーがこうやって入ることによってね、相手はやっぱりずれてきてどっかが空いたりするから。どっか空くからね。そうなんですよ。サッカー何対何か分かりますか。え、何対何でやってるか分かりますか。人数えよう、数えよう。あ、11人じゃないですか、はい、キーパー入れて11じゃないですか、はい、それをキーパーがこう今みたいに上がって一緒にボール回しすることによって、はい、11対10で回してることになるんですよ。あ、だから一人味方が空くんで、そういうメリットがあるんですけど、でも取られたら結構ピンチっていう。はっしか言ってないけど。いやでもやっぱそれがまあまああれじゃない。そうですね、身近な声なんじゃない。あー、いい守備だね。タツマかな。
マレアス的にはこうやって押し込んでる形が多分多いから、まあ、気をつければカウンターかカウンターですね。ああ惜しいね。この回収が早いと助かるよね。助かるよね。うん、今見てました？大丈夫ですか？なんか倒れちゃいました。そこじゃないんですけど今マルヤスの方が取られた瞬間に、取られた瞬間にみんなが動き出したの見ました？ボールを奪いに。見てなかったです。めっちゃ綺麗にみんな動いてた。へえ、じゃ次そこ見て見れるかな。あ、もうないですか？あるあるある。あ、本当？まだ取られた瞬間、多分取り返しに行くのがめちゃくちゃ早いから。はいはいはい、はい、取られた瞬間ですね。そうそうそう。うわ、夏木いいよね最近ね。最近いい、いい。夏木嬉しいんじゃないですか、うん、褒められて。ほらゆうひ、切り替えろゆうひ。切り替えろゆうひ。2対1、うん、堀田選手いいクロス上がってくるぞ。覚えました。うまい。いいとこ、いや、いいとこ、ナイス。新宿も多分技術の高い選手多い。まあ、今ミスりましたけど多いはずなんでね。まあ、サッカーはミスはね、ミスのスポーツなんで、うん、ミスが多いんですよサッカーって。足でやるから。足でやるからやっぱり。ああ、なるほど。タケちゃん、痛そうですね。痛いですね。痛そう。新宿といえばね、この前、新宿スワン、え、違う違う。なんで漫画の話してなかったんすか。違うよ。なんすか、それ、なんかあるんすよ、面白いの。新宿といえばなんすか。いや、なんで面白いのとか。なんすか、なんすか。いやいや、この前国立で試合してた。あー、鈴鹿ポイントゲッターだと。そう。1万5、6千 JFL 最多って書いてましたね。うん、お客さんが。すごいですね。それすごいっすよね。すごい、だってこれ今来てくれてるので、さっき300人とか予想してたじゃないですか。はい、しましたね。それが1万5、6000人。え、入るんですか、ここ1万人。ここには入んないです。国立競技場、国立競技場、国立競技新しく作った、オリンピックのために作った、東京にある。ああ、あそこでこの前新宿が鈴鹿、あのキングカズがいる鈴鹿と戦って、はい、観客の数が1万6000とか、はい、でそれが JFL の史上最多。それは最多よね。ちなみに注目の角井選手、はい、セービング、あ、セービングって分からんか、あのボールを止めるキーパーだから仕事だけど、ああやってキックとか、はい、技術がめちゃくちゃ高い。へー、あとめちゃくちゃ走れる。角井はめっちゃ走れる。足速いんですか。足速いし、速いし、速いし、体力もあるし。へー、走れるよね。めっちゃ走れるなんでキーパーなんですか。いっぱい走れるのになんでキーパーなんですか。いっぱい止めれるからかな。なるほど。いいね、テンポがいいね。今もうサイド、ね、右サイドバックの岡部がゴール前にいますからね。早い。相手は多分つきづらいよね。うまい。うまい。うわ。こうやってカレンちゃん、今マリアスがボール回してるじゃないですか。はい。これ
新宿の人たちはこうやって追いかけるじゃないですか。はい。そしたらだんだんと体力がなくなっていくんですよ。確かに。でそれがすごい、あ、惜しいね。後半に効いてくるんですよね。あ、体力消耗するんですよ、回されてる方は。それも作戦ですか。それも作戦の一つよね、多分マリアス的には。でもね、だからって勝てるわけじゃないっていうのがね、ボール持ってるから勝てるってわけじゃないのがサッカー面白いよね。なるほど。みんな痛そう。具体的な指示が出てますね。イバさん、うん、でも分かりやすいんじゃないですか。うん、イバさんあれですね、すごい。イバさん来てからサッカーガラッと変わったですよね。うん、この試合終わった後、イバさん多分家でビール飲みながらこの YouTube 見直すんですね、多分ね。ほんまか。好きなんで多分イバさん。そんなことするか。さっきも言ってたじゃないですか、試合前に今日 YouTube やんのとか言って言われたけど、うん、嬉しそうに喜んでません、これ多分。最後だから平井が変なこと言うんじゃねえかって言ってたなんか言っとこうかな綺麗にライン揃ってるでしょ、赤いが。この4人4人ずっと、はい、これがいいんですよ、綺麗に揃ってるのが。逆にあれがバラバラやと大変なんです。そうなんですよ、うん、多分バラバラな人は試合に出れないです、はい、そうだね。おお、そこ狙った。狙ってますね、あれは。すごいね。これ注目の上田選手です。上田選手ですね。はい、10番ですね。どうですか今、どっちがどうとかあります？見てて。いや、誰、カレンちゃん、ダブル。いや、マレーさんがちょっと押してるかなっていうのはあるっすけど、うんうんうん、早いタツマ、タツマ馬力あるし、早い、足速いよね。速い、体強いし。これ多分ここがウイングバックですよね、相手の。そう、ちょっとだけギャップが生まれるのよね、やっぱりフォーメーションがね、違うからね、フォーメーションの問題で。だから相手のウイングバックがすごい高い位置取ってるから、あの右もね、あのそう一番奥の選手、はい、はい、そこで多分システムのミスマッチが起こるんで、マリアス的にはそこをどうつくかですね。まあそこ誰が見るかっていうのはね。いや本当そうですね、サイドバック行くのかサイドハーフが見るのか。ちなみに前節はどうだったんですか、その新宿とアウェーの時は。前節の結果、はい、 1-0 っすかね。勝ちましたよ。 1-0 っすよね、多分1-0 やったかな。チャンス、中3枚。ああ、うん、新宿はこれをね剥がしたら、そうだね、チャンスになるんで、そこのせめぎ合いでね、うん、
カレンちゃんちっちゃく拍手してますけど。ちなみにクリアソン前節奈良クラブに1対4で負けてるんですね。奈良クラブは今年調子いいですもんね。もうあれ J3 昇格決まりましたもんね。奈良県初っすね。 J リーグ、 J リーグ、そうか、素晴らしい。三重県は、三重県まだっすね。三重県ないな。新宿ってでもすごいよね。新宿だもんね。新宿で練習している。え、そうなん。新宿って僕あんま行ったことないんですけどね。いや僕もないけど、歌舞伎町も行ったことないし。うん、なんすか、メンズ館があるんすか。え、メンズ館ありませんでした。なになに、メンズ館。伊勢丹ね。伊勢丹か。伊勢丹の話急に。伊勢丹だ、それぐらいしか僕は分かんないですよ。あとなんだろう、どこで新宿といえばあれだ、いいと思うとこね。アルタね。アルタね。アルタ前ね。うん、あれ新宿っすよね。新宿だろうね。それぐらいしか知らないっすね。だから練習場所とか、そう、これからスタジアムとか。スタジアムは国立じゃないですか。国立で行けるん。いや行けるんですか。でかすぎますよね、多分。だって国のものでしょ。確かに。うん、国のものはみんなのものっすよ。じゃあ行けるんか。ってならんやろ。新宿なんか行ったことありますか、カレンちゃん。新宿、新宿駅がむずすぎて、あんま。新宿駅ってあるんすか。あるでしょ。ある、あるっすか。ありますよ。新宿駅、なんすか、地下鉄っすか。わかんないですね。なんなんでしょう、あれ。いっぱい電車があります。なんか線がいっぱいあるっすね、多分ね、東京って。そうです。僕はあんま東京行ったことないんでわかんないですけど、むずすぎてあんま行きたくないなみたいな。新宿、あ、うん、印象ないですね。今同級生から同級生のいいパス通りましたね。ね、はい、あんま仲良くない同級生ですよね。え、仲いいよ。仲いいっすか。うん、あんま見たことないっすよ。ゆうひから夏希へ。うん、まあ、あれ左利きやから中向けるからね。左利き同士ゆうひは。コーナー、はい、丸谷さん初コーナー。岡部が決めたの前節。あれ前節2点。うん、ヘディング、ヘディングコーナーからヘディング一発、ニアサイドで決めてるから。岡部味しめて狙ってますね、多分。今日も決めるって言ってました。10番岡部選手、10番なんでね、ゾーンなんですね。結構しかもニアに寄ってますね。ニアにだいぶ多いね。うん、すごいね。いいディフェンス。あー、相手ボールか。ここは開くよね。ここは開くよね。3バックの外ね。ついていけ。うわ。足長。いや、あんま長くないよ。強い。チャンス。ナイス。夏木行け。夏木行ったね。夏木行け。もう仕掛けろ。あーす。おー。いや
惜しい。塩屋はさ、いつもあそこ詰めてるよね。うん、絶対逃さんよね、あのポジション。どこっすか、高校は。え、高校どこっすか。いや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 、え、俺の後輩ですよ、ジュビロユースですよ。さすがっすね。まあ、ジュビロユースの嗅覚ね。じゃあ今日ジュビロユース対決っすね、上田浩太と。あー、ほんとだ。挨拶行ったんかな。行ったんかな。歳だいぶ離れてるよ。確かに行ってないでしょ。岡本達也もいますからね。確かに行ってないな、多分いや、知らんけど。早い。うん、惜しい。うん、惜しい。おお、いいんじゃないですか。いいっすね。うん、なんとかでも前半で1点は取りたいですね。取りますよ。うん、いける。風が吹いてきたんだ。風ちょっとね、なんか、おお。うん。そうだよね。そこ取りたいよね。起点はやっぱ左サイドですね。クリアソンは。うん。給水。給水があるんですよ。僕らも給水しますか。はい。僕らも給水しましょう。なに俺らも給水って。給水タイムです。会社の皆様もどうぞ適宜水分を取ってご参加お願いいたします。飲水タイムです。今4分の1。確かにバスケでいう第一ピリオド終わりっすね。うん。もう4分の1。早いね。いや、一進一退ですね、今日は。結構ね、うん、マリアスが若干押してるかな。ちょっと押してるかな、うん、けど新宿もいい形が見えそうな。見えそうな、うん、もうちょっとチャンスになりそうなところまで来てるから、ここの始まりの5分ぐらい集中っすね。そうなんすよ。そうなんすよ。なんでですか。こうやって途切れるじゃないですか、はい、前半の始まりとか、はい、こういう飲水タイムの始まった後とか、はい、ちょっと集中が切れやすい。選手たち的にはね、そんな集中ずっとしてるはずやのに、それでも集中が切れやすいってよく言われます。でも言ってるけど、結局ね、それはね、監督とかコーチの言い訳っすよね。言い訳なん。点なんかいつね、いつ決められるか分からんしね。だからね、この時は多分みんな言ってるはずだよね、うん、今集中切らすなよと。いいとこいる。
チャンス。ああ惜しい。だいぶ押し込んでるもんね、もうずっと、ね、いいんじゃないですか。ウィープレス。回収早いね、やっぱ。早いね、マリアスは。今夏希？夏希。平井が褒めた。すぐ調子乗るからさ、あいつ。あれ、岡部どこ行った？岡部。岡部もうおらんもんね。岡部どこにおる？岡部センターフォワードのところか。ほんとだ。どこで入ってくかやね。そうね。ね、カレンちゃん。はい。入ってくってどういうことですか？後ろで今ボール回してるじゃないですか。はい。やっぱ縦パスが攻撃のスイッチになるから、どこでそのパスを入れれるか、てか入れるのかっていうのを探ってるんですよ、今。今っていうか。後ろで回してるときは。あ、いいとこ、うん、タツマ見えてる？コナン、夏希の最後の精度はどうですか？まあ、そうっすね。相変わらずっすね。そこだけだよね、まあ。やっぱあの量はね、すごいよね。量はすごい。動きの量は。早いし。うん。イケメンやしね。はい。でもやっぱニア狙いなんだね。ニアって何ですか？ニアは、英語でニアっすね。英語でニアって言うんですよ。本当っすよ。え、日本語だとどういう意味ですか？近くってことです。手前を狙うとニア、英語でニアって言うじゃないですか。初めて聞いちゃった。ニアは英語でしょ。ニアサイドって言うんですね。ニア遠いとこはファーサイド、ファーサイドっていうのが遠い方、奥側、ファー、ファー、ゴルフ打ったらファーって言うじゃないですか。それと一緒です。へー、はい、そうなん、え、そうなん、え、ファーって言いますよね。ファーって言う。ドライバー打ってどっかそれで言ったらファー、あれそういうことなん。遠く行ったよってことじゃないですか。そうなんですか。違うんですか。危ないよってことですね。そうなん。そうなんですか。
ファーって言いますよね、ゴルフの時。言うけど、うん、意味は分かんないです。でみんなファーって言うっすよね、ドライバーで。ファーって言うよな。ファーって言う、そうそう。真剣な顔して。そうなんや。多分そうじゃない、違うかな。一個成長した、うん、とか言うてる間に相手のコーナーキックピンチ。うん、キッカーは34分じゃないですか。いや、あっちは上田浩太なんだね。ああ、インマキは上田浩太なんですね、はいはい、いいボール蹴るね。そら出会った頃からいいボール蹴ります、うん。僕も対戦はしたことあるんですけどね、はいはいはい。だから平井の1個学年上、ですね、はい、はいはい。最強世代ですね、ジブロユース。ジブロユース最強世代、広島ユースに勝てなかった世代ね。僕らも完敗しましたから、広島ユースには。あ、カレンちゃんが分かる話しようよ。今の分かりますよね。いや、わかんない。わからんか。ごめんなさい。ジビロユース最強世代の話わからんすか。わかんないですね。わからんか。かき氷好きですか。かき氷好きっちゃ好きです。好き？はい。俺はあんま好きじゃないですね。一回嫌いって言おうとしたやん。キーまで言ってたやん。嫌いじゃないよ。でもその。まあまあまあ、何々、ああいうなんかね、わかる、運動会でとか売ってる100円とか200円のかき氷だったら、まあ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 、あんまりこう高いお金1000円とか出してかき氷食べようとはあんま思わんから。いや、今時代はそっちなのよ。ですよね、高いかき氷の時代なのよ。カレンちゃん食べます、高いかき氷。いや、食べないですね。食べないですね。ちょっともったいない気しません、なんか。なんだもったいない気。もったいないっていうか、なんだろう、食べる機会がないですね。あの、かき氷回す機械がないってことですよ、この。あ、そっちじゃないです。その機械じゃないよ。あ、そっちの機械じゃないですか。ないやろ、それ。あるかもしれんけど。そっちの機械じゃないですね。あ、その、食べる時がないってことですね。そうですね、そっちです。なんでかき氷って言ってきた今。いや、なんか岡崎で僕が行くところどこかなと思って。まあ、立花亭ね。立花亭、知らないですか。どこにあるんですか。めっちゃ並ぶんですよ、かき氷。夏とか 2,3 時間待ちとか、かき氷食べるのに。アトラクションじゃないですか。そう、すごいですよね。それでも食べたいんですよね。そう、そんな美味しいんですか。美味しいんです。全然違いますか。いや、もうその100円のやつとかと比べたら全然。え、氷から違うんですか。もちろん。どこのエベレストのあれですか。エベレストの天然水とかですか。いや、エベレストかどうからは持ってこんのちゃう。南アルプスとかですか。じゃあ、いやなんかすごい水、要はすごい水を凍らせてるってことですよね、要は。いや、そうなんかな。天然氷って言うもんね。そう、立花亭はだからすごいからね。一度岡崎に来た時は行ってほしいよ、本当に。行ってほしいですよね、冬もやってるから。冬は何があるんですか。冬氷みたいな。あったかいんですか。 あったかい氷。何、どういうこと。違うんすか。違うし、違うし、立花亭の宣伝みたいになるやん。岡崎といえば、カレンちゃんどこっすか。ご飯屋さん、うん、ご飯屋さん。私はどこが好きかな。すいません、さんずいってところがすごい好きなんですよ。え、なんすかそれ。しゃぶしゃぶ屋さんです。しゃぶしゃぶ屋さん、温野菜しか行かんけどな。温野菜あるね。温野菜ある。しゃぶしゃぶなの、美味しい。はい。どこ行くかな、いつも。いいね。どこ行くんですか。どこかな。イオンとかかな。イオンね、シンプル。岡崎のイオンね。岡崎のイオン。やっぱ子供いるとね。子供いるとやっぱりね、そういうとこになっちゃうよね。そうなんよね。前半もう残り5分ぐらいですね。かき氷の話をしてる間に。早いね。
もう40分過ぎましたから。北優秀、あーこの辺得意ゾーンだよ。キックフェイントする。うん、あー惜しい。あいた、ファウル。うわー、ないかないか。審判応援してます。応援じゃないよ今の。ないよって言ってたんよ。フレーフレーじゃないよ。違うか。絶対違うよ。勝てじゃないですか。え、頑張れじゃないですか。いや頑張れ頑張れの方じゃないよ。違う、ないよって言ってたんですね。あ、そうそう、ないよって言ってたの。面白い。でもね、ああいうのも今ね、VAR とかあるから。VAR してますか、カレンちゃん、それこそ。VAR じゃ、VAR わかんないです、何ですか。ビデオアシスタントレフリーって言って J1 の試合だけなんですけど。ああ、見たことあります。あるか、はい、そうそう、まあ、ちょっと待ち時間みたいな。あ、そう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 、待ち時間でこうちゃんとビデオで調べてする審判がいるんですよ、はい、J1 の試合では。それでああいうのも本当は PK だけど、まあ、レフリーがちょっとあんま見えないじゃないですか、そんなちゃんと、はい、でそれを上で見てちょっと止めて、はい、映像で確認して PK ってなる。だから本当悪いことしたらすぐ捕まるっていう感じですよね、要は。まあ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 、バレやすいよね、うん、バレるちゃう。誰も見てないところでこう肘打つとかしたりして倒れたら、今までやったらねそんな別にねならなかったけど、もう今分かっちゃうもんね。今はもうそれでもうレッドカードとかすぐ分かるんで、うん、あ、いいボール。そっち行くんだね。うん、やっぱウイングバックいるとあれかな、サイドバックの裏は狙うところかな、さっきみたいなボールは。クリアソンっていうのはどういう意味なんですか。意味、はい、クリアソンの意味。クリアソンの意味ちょっと知りたくないですか。ちょっとハーフタイムで調べますか。はい、ちょっとカレンちゃん多分 Google 得意なんで調べるな。そうなん、かしこまりました。オフサイ。ああいうのね、VAR だったらね、オフサイじゃないかもしれないですからね、本当は。でそれを導入するのに相当な費用がかかるっていうので、ね、多分 J1 だけっていう、うん。お金かかっちゃうんですね。お金がめっちゃかかるんですよ、多分。ピンチ大丈夫。おお、ポストポスト、危なかったね、この時間帯的にも。ラストあと2、3分。嫌だよね、めちゃくちゃひんやり。取られ方が悪かったかな。そうですね、うん。クリアソンの意味はハーフタイムで。ハーフタイムで、うん。あー痛そう。あれは痛くないやつかな。ここが開くんだね。ここにミスマッチが、はいはい、
さあラスト1分、ラスト1分集中、うん、クリアさんのベンチ前にはすごいペットボトルみたいなの並んでますね、これ並んでるね、西、ロハと10個、10人分並んでますね、もうこれ。マリアスは？マリアス2本っす、うん、これみんなこれ中何が入ってるか気になってるんじゃない、もしかしたら。どうですかカレンちゃん、中何が入ってると思います？え、あの中ジュースとかあるんですか？おおって、おお、え、みんなジュースとか飲むんですか？何ジュース？オレンジジュースとか。おれお疲れ取れるからな、クエン酸入ってるから。何が入ってるんですか？水です。水でした。水だよね。なんかスポドリってダメなんだっけ？多分ダメよね。そうか、なんでですか？さあ前半終わって0対0。どっちもどっちですね。どうかな、石一体ですね、うん、いい戦い、どっちに転ぶか本当にわからないような展開やったですね、はい、で最後のピンチ、ポスト当たったやつは助かったかな、はい、シュート数はでもマレアスの方がちょっと多い気がしますね。ちなみにシュート数はおうマレアス5本、はい、クリアソン1本。あ、さっきの、うん、これでもシュートもね、シュートに数えられないやつもあるから。わかるね、自分はシュート打ってんのに、そう、あ、実はシュート打ってあの記録じゃなかった、記録に入らんシュートみたいなの結構あるよね。どういうの、どういうの、なんかね、あの枠、ゴールの枠から多分何メートルか離れたらもうシュートじゃないみたいになるんですよね、うんうんうん、悲しくない？いや、それはもうフォワードとしてはちょっと悲しいですね。フォワードでシュートゼロって悲しいんだよ、やっぱり。だいぶでかく映されてますよ、今。え、いや、油断してた。油断してたんや。油断してたんや。早いね、45分、あっという間。うん、こっから15分の飲水を挟んで後半45分。はい、でベンチメンバーのアップね。そう、こっから後半から出てくる選手が重要なんですよ、これカレンちゃん。アップしてるじゃないですか、今。はい、うん、この選手たちが試合を決めるんですよ、流れを持ってくるか、うん、2、4、あれ？あ、16点か、ダンスが始まります。ダンス、レクラの皆さんです。来た、おーすごい、おーすごい、かわいい、ピンクと緑、
素晴らしいダンス、うん、ダンスいいね、ダンスいいね、うん、さあちなみに今日の YouTube のスポンサーであるために株式会社さんの紹介をもう一回しますか。せっかくなんでぜひね、1回目聞いてなかった人もいるかもしれないんで、そうですね、うん、で僕がしていいですか。いやもうどうぞ。いいんすか。いいよ。いいし、タミニーさん、はい、いろんなことやってるらしいです。いやいやそんなね、やってるんよいやいややってるん、はい、じゃあその1個目ね、他にもやってるんやけど、はい、俺が紹介した1個目、はい、パートナーエージェント、わかる？パートナーエージェント、うん、まあ、エージェントって言ったらちょっと代理人っぽい、そういうなんかイメージありますけどね、はい、その通り。ということはパートナーってことは、うん、婚活ってことですか。よくお分かりで。婚活サイトってことですか。よくお分かりで。もしかして会員数結構9万人とかですか。よくお分かりでマジっすか。全部合ってる。へえ。で1年以内に婚活目指してるみたいな。なんで知ってるん。コンセプトまで。その通り。そんなことあるんですか。そう。すごいよね。じゃあ独身証明書の提出が必須みたいな感じ。なんで知ってるん。なんか読んでる。いや読んでないですよ。読んでない。ちゃんとしてるってことですね。要はすごく。うん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 、だから多分そういう会員制にすることによって、うん、多分そういう意識の高い人、結婚に対して、はいはいはい、が多分会員でいるからなんかそういう遊びじゃないってことですね。要は遊びじゃないよ。ガチですよねだから。うん、でもう一個スマコン。まあスマートコン、スマート結婚ってことですね。だろうね。はい、うん。格安ウェディングナンバーワン。ナンバーワン。ナンバーワン。第1位だって。格安って聞くとさ、まあまあそう、ちょっと質が落ちるんかなってもしかしたら思うかもしれない。うん、そうじゃないんよ。質も高いんですか。質は高いんよ。だから選ばれてるんよ。それは結構最強じゃないですか。だから最強なんよ、タメニーさんは。わかる？じゃあもう結婚したい人ならもう本当に。うん。パートナーエージェントで会員になって探してスマコンで結婚式してでちょっと前撮り、前撮り撮りたいですね。ちょっとそれルミナスってのがあってさあるんですよ実は。そういうのもあるんすか。はい、これスタジオですね。あ、写真が撮れるように。写真撮れまくり、いい写真撮りまくり。マジっすか。うん、全部揃ってるじゃないですか。揃ってるから選ばれてるんです。もう名古屋にはないっすよね、もしかしてね。やっぱりあります。え名古屋にもあります。名古屋にもあるんすか。はい、まあ、ちょっとやっぱ古いっす。セットっつったらやっぱりちょっと古いんで。何それどういうこと。あ、めちゃくちゃ新しいです。合ってんのかそれで。リニューアルっすか、もしかして。リニューアル、ちょっと待って。やスタジオのリニューアル行いました。マジっすか。はい、めちゃくちゃ綺麗。綺麗ってことですね、要は。はい、でいろんなセットがあって。あります。衣装があって。あります。そんなとこあるんですか。あります。すごい。もうためにしかなくないですか、もしか。そう、それがために。そういうことか。ということでね、ぜひぜひ本気で考えてる方は、いやぜひもう、うん、登録してください。まず会員ですね。まずはまず会員登録かな。はい、うん、ぜひぜひ、うん、って言ってる間に後半始まります。始まりますね。さあキックオフ丸安。蹴らない。蹴らない。蹴った。チャンス。ちなみに前半で言ってた、はい、クリアソンってどういう意味だろう、うん、みたいな。彼ちゃん Google で調べてくれたんですよね。当然当然。すぐ調べてたから。さっきあのスマホいじってたんで、うん、そうかなと思ったんですけど、はい、何でしたか。ポルトガル語で想像だ。想像です。しかもその想像って、ああね、イマジネーションじゃないですか。そう、イマジネーションの方。クリエイティブの方ですか。
クリエイティブの方です。クリエイティブの方でクリエイティブクリエイティブクリエイティブクリアソンってことですね。違うやろ。違うんか、うん、そうなんだ。でもすごいなんかなんだろう、かっこいいっすね。いいよね、その想像ってめっちゃいいよね。そっちの想像いいっすよね、うん。そういう意味なんですね。そうそうそう、だから本当にね、新宿でなんかそうですね、新しい新しいことをやってるから、そのままやなって思うな。確かにああいうね、23区内というか都市部でね、うん、なかなか J リーグのチームって環境面含めてなかなか難しいけど、それをチャレンジしてるってことですね。そう、チャレンジがすごいんだよ。素晴らしいですね。おう、ハーフタイムも水撒いてたよね。水撒いてましたね、うん、もう一回水撒きです。結構ね、試合やってると乾いちゃうんでね、すぐすぐ乾くっすね。へー、あ、質問が来てます。はい、丸安って何なんですかと。何何何って、クリアソンはそういう意味だったと。あ、意味があるっすけどね、うん、丸安って何なんですかと。ちょっと会社の方に聞かんと分からんっすね。まずそこじゃないですか、丸安工業の。丸安工業知らないからじゃないの。丸安なんだろうね、会社にいながら僕らも分からないっていう。丸安の意味ってこと。意味、丸安の意味ってことですか。何なんやろ、カレンちゃん。多分ググったら出てくるんですよね。出てくるんかな。確かに意味なんだろうね、うん、マリアス。へえ。うん、ああ。チャンス。おー、来た、ナツキ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 、自分で行くか。あー、そうだよね。ドリブル小僧っすね、やっぱり、うん、林くん。今でもタイミングなかったか、どうかな。いや、あったっすよ。あったかな、はい、まあでも夕日なんで僕は行くと思ったっすけどね。タイミングというか、タイミング作らんかったよね。チャンス、うまい。いあ、ファール。おー、え、おー入りました、ゴール今のはたまたまっすね。狙った今。たまたまっすね。たまたまのやつ、はい、いや、わからんすよ。ひとしに聞いてみな。ひとしだね。23番。西村ひとし選手。なんか、ああいうキャラなんすね。ひとしくん、あの喜び方、ちょっともう一回リプレイ流せないですか。リプレイ見たいね。無理か。タツマのさ、動き見てたらさ。俺ずっとタツマの動き見てたから。ニア取ってたやん。そう、シュート打つ瞬間見てなかった。ひとしくんでもあんな喜び方するんすね。確かにね、あそこだけちょっとあれっすね。ナイス。カレンちゃん、はい、インスタライブの相手決まりました。お、点取ったんで、はい、こう勝たない意味ないですから。え、増やしてるやん、はい、もちろん勝たないとね。もちろんとか言ってるけど、そんな言ってなかったよ。勝たないとやっぱり。なんなんよ、いきなり。ひとしインスタやってるんかな。別に丸安の、ああそうか、公式でやればいいんか、うんうん、西村選手と、はい、ひとし君お願いします。ひとし、スーパーひとし君。スーパーひとしくんなんだけど。スーパーひとしくん、わからんて。僕らもそんなに絡みがあるわけじゃないですけど。俺らもね、ひとしはね、ひとしはあんまり、うん、一緒にやってないからね。一緒にやってないんですけど。さあ、これで状況はだいぶ変わるよね。これはね、新宿は攻めないといけないんで、うん、スペースは空きやすいよね、逆に。
いやもうシュートもう一回見たいな。確かに、うん、見たいですね。マルヤスは追加点をなんとか、うん、まあでもクリアソンとしてもねまだ焦る時間じゃないから戦い方を変えるとかはないと思いますけどね、うん、まあ、選手交代でちょっとそうだ、ね、するか。いいね。追い越す。お。え。何ですか今の。どう思います。まあクリアソン的には取ってほしいですね。取ってほしいよね。もちろんかける気はなかったやろうけど、かかっちゃってるからね。うわ、うん、タケいいね、うんうん、マレス、セカンドボール拾えるね。拾えるね。だいぶこれだいぶ主導権取れるから、うん、いいボール。惜しい。あー、ファーサイド。おー、よく戻った。ファール。ユーヒ？よく戻ったね。うん。時間かけますね、その選手。駆け引き？駆け引きしてるね。うん、ちょっと危なかったから。うん、ね。いい守備。やっぱ負けてる時のベンチにいるフォワードの選手ってどうなんですか。早く出せって思ってるんですか。いやまあ多分ふがふがしてますね。ふがふがってなってます。ふがふがしてんの。ふがふがしてますもん。出せ出せ、俺を出せっつって。ふがふがしてたんや。ふがふがしてる。そうなの。まあそうじゃないとフォワードはやっぱ止まらない。
んなじっくり真剣に試合見ることありました？今まで。あんましないです。あんまりないですよね、はい、しかも両手、両手、両脇に、両脇に、うん、あ、素晴らしい、おっさんが、いやいや素晴らしい解説の方が、どこがやねん。わかりやすいです。わかりやすいですか？はい、解説わかりやすいって言ってくれてるよ。誰がすか？え、カレンちゃんが、うん、お、僕らの解説多分サッカー界で一番末端っすよ多分。カレンちゃん。あ、選手交代ありそうですね。うん、誰だ、14番、うん、水谷。どこだろうね、サイドハーフ、サイドハーフかな、夕日か、オグ、まあどうかな、いろんなポジションできる選手いるから。いや、クリアソンどうすかね、これ。まあ崩しづらいっちゃ崩しづらいけど、あまりカウンターも早いからね。ね、それは怖いだろうね。そう、丸安的にはね、今丸安はここ多分クリアソンが縦パス入れてきたところがっつり行って、うん、カウンターみたいな感じですね。うん、こういうとこですね。惜しいけどね。ああ、こういうとこね、うん、この狙いね。どうする、うわ、誰が見えた今。今どうすかクロス。今はもうゴロでニヤに流すぐらいでいいかなっていう。あ、クリアソン6番。あ、来た、モリム。そんな呼び方してたの？愛しのモリム。なんなんモリムって。ラーぐらい言えよ。モリム。マジでモリムっすよ。モリムって呼んでるの？モリムかコータかどっちかっすね。17番の。いけ。いけちゃんっす、いけちゃん。いけちゃん。モリム来た。ボランチですかね。マリアスは夕日っすね。夕日か、夕日交代。はい、池谷選手が変わって森村選手が入った。丸安は林選手が変わって水谷選手が入りました。モリムは展開力ありますからね。モリム、はい、左利きのね、左利きのモリム、ね、うん、キックが上手いイメージはありますけど、ポジションはどこやってんのかな。ポジションちょっと前目やってるんかな。マリアスね、これがあるよね、うん、タツマがおるから。マリアさんあんまりこういうクロス入れないよね。アーリークロスとかあんまりこう、そうね、崩しに行くもんね。崩したからのクロスはあるけど、そうそう、こ、来た、うわー、 BK
それは PK か。微妙。難しいとこやけど、ね、いやマジで難しいよねレフリーって。相手から相手っていうかクリアソンからしたらね、タツマが切るんか。お、タツマ、森安はね変わって入った水谷選手が PK もらいましたからね、うん、どっちに蹴るかな、カレンちゃんこれ。右。右？どっちから見て右？どっちから見て。キッカーからして。私から見て。あっちね、あっちね。はい。あっちね。右側も。右側ね。キーパーの左側ってことね。はい。うん。カレンちゃんがキーパーだったら止めれですね。じゃああっち行ったら。はい。ああ、真ん中かな？真ん中でした。真ん中でした。ナイスゴール。嬉しい。坂井達馬選手。今季何点目かな？14。知らんすよ。知らんよ。14あたりってことですね。でも立場はね、島根の時にも取ってるからね、得点をね。2年前かな。これでね、新宿の方はね攻めないと。さらにまあでも2対0が一番危ないんで、サッカーって。いや、よく言うけど、やっぱり。早っ。うわうん、切り替え早いね。早いね。あれジュビリオイス仕込み？もちろん。さすがやな。もちろんよ。前田良一さすがやな。今よそれ。今年からじゃなかったっけ？今年からか、うん、うまい。辰馬14ゴール目でした。やっぱり合ってました。トップ？トップタイらしいですよ。タイなんだ、うん、でも14点といえばね、あれですもんね、今年の J1 リーグはね、14点で得点をすからね。あ、チアゴサンタナ。チアゴサンタナ、はあ、大好き。エスパルスのチアゴサンタナさん。なんでエスパルス好きなんですか？サンタナが好き。実はね、サンタナが好き、うん、そうね。いい選手ですもんね、チアゴサンタナもね。そういうこと。おう、うん、うん、森安ってホームで強いっすよね、かなり多分。あ、強いね。あんまりホームで負けてるイメージが、うん、ああ、コーナー、コーナー守りきりたいよね、このコーナーは。クリアスもでもそんな大きい選手はいないですね。いないね。
チャンス。でもいいボール上がってくるからね。お、チャンス、うん、惜しい。いいね、いい流れは。大崎選手初めて言ったかも注目選手だったのに。大崎選手ね、うん、惜しい。堀田選手、堀ちゃんクロス、いいキック持ってるよね。出しどころないな、あんまり。ちょっとライン下がってるね。マレスちょっと下がってるっすね。ベンチからもうライン上げろの声が出てる。出てます大体ね。でも負けてるチームが押し込むもんね。まあ、まあ、大体そういう形が多いよね、うん。ああいうパスはめっちゃ得意。誰が？上田。難しいな。クリアさんはもっと中に人数かけてもいいと思うけどな。人が少ない気が。うん、ナイスキャッチ。怒ってますね。えいちゃん。怒ってないよ。あげろって早くって言ってましたよ。怒ってるっていうか鼓舞してるって言ってよ。鼓舞してるんです。うん。ちょっと怒ってた？ちょっと怒ってた。あげろってで下巻いてたからね。あー、オフサイ。オフサイか。けどあそこ入るとね。あそこはチャンスね。うん。クリアソン的には今のが大崎選手かな。はい。あそこにボールが収まると次展開しやすいよね。飲水してくださいみんな。はい。テレビの前、テレビの前の皆さんも。はいじゃないんよ。いつでもできるよ。飲水を。558人。おお。多い。すごい。558人。全然2人とも予想外れてますね。588人。588？ 558 でしょ。558人。はい、おお。多いんじゃないですか。どうですか。いや多いね。最近。250とか300とかさ。ちょっと舐めてました。失礼なこと言うて。すみません。やっぱでもこうやってね、来てくれた人たちに勝利を、もちろんすっていうのは大きいよね。いや大きいよ。また見に来たりになるもんね。そしたら、うん、勝った試合はやっぱり、やっぱね、確かに負けて面白くない試合やと。カレンちゃんもね、毎試合これから来るもんね。もちろんもちろん、うん、来週もあるからね、うん、当たり前よ、うん、返事はない。返事はない。来週ちょっと、来週ちょっとあれだ、無理ですね。ラリーがね。はい、ラリージャパンが岡崎で。そうなんです。そうかそうか、はい、念願の、念願の3年ぶり、うん、3年越しのね、コロナで遅れて遅れて、はい、
さあまたこれ飲水の後ね、あげろってって言ってるから、もうあげてるって、あげてるて、うん、お互い集中しどころね。これ森村、これ森村、うん、オフサイか、オフサイド、こういうオフサイドのかかり方するとマジで守備陣怒りますからね本当に怒るよね、怒るよね、これね、こういう安易なオフサイドかかるのって、なんか裏に抜け出してのオフサイドとかってちょっとまあ惜しいってなるけど、ああいうパスで普通のパスの一番見えてるところのオフサイドね、オフサイド一番怒る守備陣、うん、まあ、それだけ丸安のラインが高いと、うまく揃ってるし、高いし、うん、統率されてると強い。両チーム交代ありそうですね。おお、結構おるっすよ、なんかあそこいっぱいいるね、あそこに5人交代っすよということはグランドの4分の1は交代するってことですからね、要は。そうだね、22人のうちの、はい、5人交代するってことですから、4分の1は交代するってこと、うん、それはだいぶ変わるよ、だいぶ変わる、これは展開が、うん、あ、いいね、イエローカード出してる？カード見えなかったけど今。透明カードかな？何それ？交代来ましたね。はい。オグリとナツキ？オグリ選手と武田選手が変わって、花井選手と大塚。ミスター安定大塚っすね。うん。で岡部が左にサイドバックに入って。そうですね、大塚は右サイドバック、いい守備するね、うん、ジン塩谷ジンは本当献身、天真爛漫、天真って言ってないよ、献身性が高いよね、献身性が高いですね、うん、何なん天真爛漫言う言わんよ、どう立つ負けにそう、立つが狙う、オーラ出してるな、ちょっと距離あるけどな、まあ強い、まあキャノン無回転系の、うん、タツマ蹴れるんだ、これで村が蹴ったら結構あれやけどな、まあタツマか、縦に落ちる系ね、うん、でクリアソンの方は35番サバイ選手に代わって28番岩田選手で23番西山選手に代わって40番厚見選手、25番千葉選手に代わって20番樋口選手が入りました、結構変わる、これで、ね、これ結構変わるっすねゲーム、うん、
さああと15分ぐらいかな。15分でもまあこれ新宿1点取れば流れがね、流れがガラッと変わるっすからね。これカレンちゃん 2-0 が一番危ないですよサッカーは。そうなんですか。 1-0 の方が危ないけどね。いや 2-0 はこれね不思議なんですよね。これ 2-0 って大体逆転されるんですよね。そんな大体逆転されることないでしょ。本当に本当にじゃないよ。変なこと教えやんといて。 2-0 って結構余裕じゃないですか気持ち的に。、はい、2点取ってるわみたいな、はい、でこれもし1点入れられたことを想像してみてください。いやまだ1点あるなってなっちゃうって思うでしょ、はい、でもやばいあと1点しかないって思うんですよこれ。心理で選手の心理でやばいやばいってなって同点になって逆転されるっていう変な抗議してるよ。っていうのはよくあるよくあるっすね。よくあるんですか。変な抗議してる。やってる選手からしてもなんか1点やっぱ取られると、はい、ちょっと沈むんですよね。でも決めた方はめちゃくちゃ乗ってくるんですよ。まだ言ってる。それでやっぱり逆転されたりするんですよ。流れが追いつかれたら、はよせって言ってる。まあ確かにそうなんだけど。あーカード出るぞ。あやばい。そうだね。そうだね。ファール。いやカード出るか。あー出るよね。イエロー。イエローですね。花井選手。うん。まあでも今のは潰しとかないと、うん、っていう場面かな。イエローカード何枚で退場って知ってますかカレンちゃん。イエローカードは、はい、なんか見ようとしてる。乗ってた。カンペに乗ってますか。乗ってたそれ。2枚以上。以上2枚なんですよ。2枚なんです。2枚花井選手がもう1枚もらったらダメですか。赤いカード、レッドカードで退場ってなるっす。でも次から出れますか。え、でも次からは出れるんですか。次の試合ですか、うん、出れないんですよ。え、退場になったら罪重いですね。罪重いんですよ。おお。退場したら次の試合は出れません。いつから出れるんですか。その次の試合からっす。よっぽど悪質なファールしたらもしかしたら 2試合3試合出場停止とかなるっす。おっ、危なかったね。危なかった。おお、すごい、うん、ここしのいだのでかいんじゃない。でかいっすね。うん、あのキックが角井選手の武器です。つながってないですけどね。つながってないけど。あれを狙えるのが武器です。そうっすね。うん、あと10分。10分、うん、早いですね。早いですね。あー、いい攻撃。え、キーパー、イタチ。あー、いい攻撃だったね。今ボールの動かし方うまかったね。これでちょっと焦るんですよね。大崎選手かな。違う。シュートも落ち着いてたよね。落ち着いてた、うまかった、うん、俺ああいうの大体外すんやけど。あんだけ1対1キーパーと1対1の時間が続くと、あ、大崎選手ですね。ちょっとねやっぱ、うん、なかなか難しい駆け引きが。
意外と難しいよね。見てる側は簡単やろって思うけど。おお、これやっぱ1点入るとさっき言ってたけど、そうね、ほら来た、だいぶ乗ってきた、ほらほら来た、乗ってきた乗ってきた、危ない、マリアさん、ここであともう1点決めればもうほぼほぼで、このまま最後までズルズルいくとラストにね、うん、ここ耐え時じゃない、ここね、ここ使われるよね、やっぱ勢い出てきたもん、なんかクリアソン、うん、やっぱあそこ裏向きの守備難しいもんね、難しいしね、セカンドボール拾ったらチャンスです、うん、いや浅いな、ラインが、ラインがもう全員守ってるもんね、守ってるね、ボールに行けないもんね、セカンドボールも拾えんし、ちょっとずつライン上げていきたいな、うん、1対1なんか早い、うん、早い、おお、ポスト、いやディフェンスに当たったかな、あクリアソンいいんじゃないですか、いやいいっすね今の、うん、村瀬選手と西村選手交代、お高さのある2人、田原選手と翼、青木選手、あ、キックは上田コータですか、あれは上田かな、さあ、マルヤスはヘディングの強い2人を、コーナー、うん、こう連続コーナー嫌だね、連続コーナー嫌っすね、マリアスとしてはね、クリアソンからしたらもちろん決め切りたいところだよね、
チャンス。ナイスボール。さあ。後半も残り5分切ってるのかな。5分切ってるんですか。うん、まあ、アディショナルタイム入れたらもうちょっとあるかな。あれ、痛めてますね。あ、大丈夫かな。お腹痛いですか。お腹痛い。どうしたんですかね。音も AED。 何ですか AED って。って言ってなかった今。うーん、どうすかね。え、どうしたの。大丈夫かな。接触ありました。いや、いつのかな。いつから痛めてたかが。でも単価が行ったり来たり。いや、単価どういう状況かがちょっとわからないけど、あ、大崎選手みたいですね。ちょっと心配ですね。うん、ちょっと様子を見るしかないですね。なんか接触あったんかな、前のプレーで。どういう状況なんだろう。なんか乗せるっすね。タンク乗りましたね。うん。ちょっと心配ですね。心配ですね。
苦しそうというか、うん、痛そうというか、さあえー、っと岡本選手が交代で入りました。何もなければいいですけどね、うんうん、試合は今再開されましたね。集中ですね、ここは、うん、チームお互いね、だいぶ時間止まってたんで、どれぐらいどれぐらいアディショナルタイムが取られてるか、もう90分回ってるんでね、はい、うん、早い早いね、うん、ナイス、モリもナイスブロック、いや、いいディフェンス、誰かな今、いいディフェンス、結構いいシュート飛んでそうだったけど、うん、うん、いいね、ノー、うん、うん、ナイス、あ、もうちょっと上げたいよね。上げれないのかな。いや、ライン上げたいね。あえてのね、うん、高いボール、強い強いね、うん、チャンス、あ、ラッキー、うわ、さあラスト出ました？まだ出てない、出てないですよね。オフサイド。出てないんだ。まだ入ってない？さあ、あとどれぐらいなのかわからないですけど、マルヤスは終わらせ方かな、うん、ここからはもう、うん、強い、うん、
あ、ここ行きたいな、うん、あそこ狙ってるんだね。ナイスキック、ナイスキック、ナイス、いや、いけた、予測したらいけた、強いかな、うわ、惜しい、ワンチャンファー、いや、微妙、でも取れんよね、取れんよね、今のは難しいな。あ、いいカバー、コーナー、コーナー、大事なコーナー、キーパーも分かりましたね。ラストプレー、ラストプレーって言ってるんで、あー、よく守った。いやー、審判終わりそう、終わった、これで試合終了、はい、なんとかなんとか2対1で FC マリアスがクリアソン新宿を下しました。いやー、最後はもうやっぱり押し込まれるんですね、救急車で、今救急車が到着したみたいなので、はい、大崎選手の運ぶ、しっかり、うん、容態というか、ちょっと状況が全然わからないですけど、無事であることを願うしかないかなと、うん、マルヤスは最後よく、いや、耐えたっすね、しのいだというか、耐えたというか、だいぶしのいだっすね、うん、やっぱ2点目取れたのが大きかったかなと。いや、そうっすね、本当に、うん、インタビュー今日は誰ですか？ひとし？ひとしね。あのスーパーシュート？スーパーシュート。狙ったのか。さあ、試合が終わって今挨拶したところですけど、カレンちゃんが。ちょっとグランドの方におりましたね、うん、何かまた別のことをやるのかな、多分、うん、ということでいなくなりました。いつもの2人で、リバさんなんて言ってるかな今、あ、聞きたいね。ご来場いただきましてありがとうございます。本日は YouTube 配信も行っておりました。また言ってる。今日の試合の様子また改めて皆さんご覧ください。クリアソンの方はあ、みんなに挨拶なんですね、うん、素晴らしいね、うん、さっき見た？レフリーにもしっかり挨拶してた。すごいいいチームだね。モリム、モリム、モリム、そのモリムはやめてよ、個人的なモリムは。コータ、コータは、すごい、なんかあのキャプテンの素晴らしいですね、うん、須藤選手、須藤選手
の人間性がめちゃくちゃいいんだろうなと。これであと2試合になりましたけど、そうっすね、どうかな。もう来次週もホームなんで、ね、次がホーム最終戦、うん、ホーム最終戦、はい、今日以上の、まあそうですね、パフォーマンスをお客さんも来るだろうし、よく来てもらいたいですし、うん、さらにね、そうっすね、いいサッカーをしてもらいたいなと思います。うん、あ、やっぱひとしですね。ヒーローインタビュー。ひとし来た。ヒーローインタビューを行いたいと思います。じゃあもうちょっとこちらの方に来ていただく子どもたちが今日はたくさん応援している中でございました。まず観客の皆さんにメッセージいただいてもよろしいですか。一人されたぞ。つら。ひとし行け。つら。今日はこんなことあるんですか。すごく嬉しく思います。インタビュー形式じゃなくてスピーチです。一人で喋らせる形式。またありがとうございます。ありがとうございます。今日の本当にいろいろなことがあった試合なんですが、残り試合あと2試合となりました。残り2試合にかける思いも教えてください。残り2試合で次がホーム最終節になるんですけど、しっかり最後まで、勝ち点3取って今の順位を、落とさず4位というので終わりたいと思います。ありがとうございます。そしてね、今日はたくさんの子供たちがいます。将来サッカーをやりたいなと思っている子供たちがいます。じゃあもう4位死守する。子供たちサッカーが上手になるためのアドバイスを一つ教えてください。上手になるには楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しんでくださいと。まあ楽しむことはやっぱ一番ですかね、うん。何事も。さあそれではもう1点ですね。最初の2点目を入れました酒井選手にお話伺いします。酒井選手14点目今季。得意なくトップタイ。トップタイ。前回 PK 蹴った時外しちゃったんでちょっと緊張したんですけど、そうなんです、しっかり枠に行って入ってゴールすることができてよかったです。はい、ありがとうございます。そして今ちょっと手元で集計できてないですが、得点王争いの真っ只中ですよね。あ、そうですね、今多分1位の人と同点だと思うんですけど、まあ残り2試合なんで得点を取れるように頑張ります。サポーターの皆さんもこの得点王になることを期待されている方も多いと思います。なんか得点王に今いいところを争ってますけど、そこまでたどり着くその秘訣とかポイントってどこかあったんですか。ポイントっていうか、まあやっぱポイントだったらみんなやるわ、ね、その点を取ることに対する意識とかを練習から取り組んでるんで、まあその結果が出てるかなと思います。先ほど同じ質問になりますが、たくさんの子どもたちが来ています。酒井選手のように得点王になるためにどんな練習をしたらいいんでしょう。そうですね、毎日やっぱ続けることが大事なんで、一日一日を大事にして頑張ってください。ちなみに毎日一日一日大切にしていることは何ですか。深掘りしてる、まあ、普段から毎日の練習に全力でその手抜くことがないように練習に入ったらしっかり集中してやってます。はい、ありがとうございます。では最後にサポーターの皆さんに一言お願いします。ホームは来週で終わりなんですけど、残り今シーズン2試合あるんで最後まで応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。高田選手にインタビューいただきました。ぜひ、ね、皆さん得点王の争いこちらの方にも注目いただいて残り試合を楽しみいただきたいと思います。さあそして続いてこの会場に出ていただきますのは今日のゲスト橘花恋さんです。お願いします。よろしくお願いします。
ここで出てきたか、カレンちゃん下にいますね。瞬間移動か。瞬間移動はしてないよ、だいぶおらんかったよ。はい、ありがとうございます。さあ今日はカレンちゃんは YouTube 配信というものを行っていただきました。はい、サッカーの実況 YouTube 初めてだったと思いますが、試合どうでした？そうですね、あでもあの両脇に素晴らしい選手、まあ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 だった方が知識を入れながら楽しく試合を観戦させていただきました。あのいつも、ね、サッカーは嫌いじゃなく応援されているということなんですが、はい、あのこの距離かなり近い距離で見るかと思います。どうですかこの会場の感想は？確かに近いですし、すごい綺麗なので見ていて気持ちがいいと思います。はい、ありがとうございます。そんな今の、ね、カレンちゃんをたくさんお写真撮っている方がいらっしゃると思いますが、カレンちゃん実はこの間まで丸安バレーキャンペーンを行ってたんですよね。そうなんですよ、私はその発表をしたいと思います。はい、そうなんです、はい、今日はたくさん皆さんに送っていただいた写真の中から丸安スマイルのその表彰式を行っていただくんですが、発表のカレンちゃんの方からお願いします。はい、まず商品のご紹介をしたいと思います。特賞はですね、平井翔輝さんのサインユニフォーム、俺の金賞が今シーズンのスローガンユニフォーム、特賞に選ばれた。おいおいおい、俺が去年着てたユニフォームですね多分。おいおいおい、はい、早速銀賞から、発表をしたいと思います。一人目はユッピーさんで、武田夏樹選手のお写真です。じゃーん、おー、これおー、いい顔だね。お願いします。イケメン夏樹来た、夏樹来た。そのお写真を見て一言お願いします。大喜利みたいになってる。めっちゃかっこいいっす。武田選手は自分の写真で男前だと言います。カレンちゃんどうでしょう？あ、そうだと思います。優しい、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ユッピーさん、これカレンちゃん商品何でしたっけ？商品はタオルマフラーです。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ武田選手のプレゼントです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では続いての発表お願いします。はい、2人目は三木さんの岡部匠選手のお写真です。あ、いいね、こちらのお写真です。スマイルですね。笑ってるね。笑ってるね。岡部くん。岡部さん来た。違う。武田だよ。また武田選手がやってるの。岡部さんの笑顔見てどうですか。岡部さんはいないのかい。はい。まあ俺の方がかっこいいですけど、まあかっこいいと思います。はい。コメント力ないですね。武田こちらの商品もタオルマフラー。商品となっております。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。では次の写真いきましょうか。はい、3人目の方は AN さんで、吉弘コーチのお写真です。コーチの、あーコーチね。一言お願いします。マリアス男前バッカーだと思います。はい。最後のハイって言いらんねんぞ。ありがとうございます。渋いですけどね、ついつい選手に注目が集まる中で、あのお客様の中ではものすごく大きいうるさい声の人がいるなと思われている方がいらっしゃるかもしれませんが、ちょっと高めの大きな声の持ち主がこのミツさんですよね。ミツコーチ、いつもポジティブな声をかけてくれるのですごい助かってます。はい、まあということなので、ぜひ今後は試合の時にね、今ちょっと真ん中に歩いていってる方が吉弘コーチです。はい、吉弘コーチ大きく手振っていただいてもよろしいですか。いや、なんか違うわ。そうですね、
福部コーチです。はい、ありがとうございます。4人目の方を発表します。4人目の方はひーちゃんで吉田明選手のお写真です。彼は身長が身長高くて、そうですね、塩顔の坂口健太郎みたいな顔してます。まあ、イケメンです。ちょっとね、今 見当たらないのであれですけど、あの、どまだですか、最近加入したばかりじゃないですか。どっかにいます。武田選手、アキラ、アキラ、あれです、あれです。手振って、手振って、はい、アキラです。武田選手が見て、どんな選手ですか。はい、どんな選手ですか。どんな選手、まあ、ヘディングの競り合いが強くて、あと、まあ、ファイターする戦い選手です、球際とか。はい、そんな感じです。はい、ありがとうございます。さあ、では金賞の発表をしたいと思います。これの商品は何ですか。はい、金賞の商品は今シーズンのスローガンユニフォームです。では、金賞2名いらっしゃいます。1人目は K よしこさんで、金井翔選手のお写真です。彼は王子様系のイケメンですよ。はい、プレーも天才で、もういつも練習とかでもうまいなと思ってます。はい、翔くん。はい、あの選手です。はい、ありがとうございます。金賞2人目の方はななみのお父さんで、塩谷仁選手のお写真です。塩谷選手です。まあ、彼 もう、まあ、マリアス1位のイケメンと言っていいんだろうけど、歯がとても白くて、笑顔がとても素敵で、はい、まあ、そんな感じですかね。まあ、言うことは、あとすごい点取ってくれるんで、チームもたくさん出してくれて、すごい助かってます。ジンク出てきてください。ジンクそこに隠れてるんで出てきてください。あ、ちょっと恥ずかしいらしいんですけど、はい、多分遠目でも多分歯が白くてすぐ目立つと思います。はい、そんな感じですね。はい、ありがとうございます。はい、いよいよ最後の特賞の発表です。はい、特賞のプレゼントは平井翔輝さんのサイン入りユニフォームです。これはどんなユニフォームですか。昨年まで選手が使用していた本物のユニフォームにサインを入れて差し上げます。あ、豪華ですね。はい、では写真の紹介お願いします。はい、こちらの特賞の方は武井隼人さんで、田原選手のゴール後の写真です。これ何ていうの。そうそう、安田製麺が入ってる。あ、すごくいい写真だと思います。はい、そうですね、これ多分この試合 FC 大阪の試合でロスタイムで劇的ゴールだったと思うんですけど、まあ本当に会場全体が盛り上がったシーンだったので、すごい印象に残ってます。はい、タラありがとう。ナイスゴール。以上で発表を終わります。たくさんのご応募ありがとうございました。
さあということで、はい、2対1で、まあ、勝利ですね。まあ、ですが勝利勝ちは勝ちですからね、うん、残り2試合いい形で締めくくってもらいたいですね。で、YouTube の方は残念なことに、うん、今シーズン最後になります。これが最後、はい、うん、来シーズンも来シーズンもぜひできればやれるようにやれるように、ね、頑張りましょう。頑張りましょう、はい、ということで見てくれた方ありがとうございました。ありがとうございました。また会いましょう。さよなら。さよなら。